YouTube をご覧いただきありがとうございます。ハッピー占い占星術アドバイザーの山田アリスです。先日こちらの動画でライブ配信を行ったんですけども、そこでノーアスペクトだから恋愛がうまくいかないのではないかというふうにお悩みの方がリクエストをくださいましたので、今回ノーアスペクトについてお伝えさせていただこうと思いました。答えは私はノーだと考えていまして、でなぜならどんなチャートにもノーアスペクト以外にも欠点とか不得意はありますよね。でその上でどんなチャートにも平等にトランジットのチャンスが訪れ、今動いている天体とあなたのネイタルチャートの天体とは手を結ぶ瞬間はあるわけだと思えるんですよね。なのでチャンスがある、なので、手をつなげるタイミングがあるということで、答えはノーということになりました。もうすでにノーアスペクトの見方が分かる方向けに、初めにその解説をお伝えした後に、ノーアスペクト自体の探し方自体もちょっと微妙かなと思われる方もいらっしゃるかなと思いましたので、アストロゴールドというアプリを使って、この後半に、そもそも本当にノーアスペクトなのかっていうところで、ちゃんとじっくり見てみながらですね、そのノーアスペクトというものがどういったものなのかということについてもお伝えさせていただこうと思っています。アスペクトというのは、もう一つこちらの動画でお伝えしたみたいに、アスペクトというものをまずご理解いただくことが必要かなと思います。まずこのアスペクトっていうことについてご理解いただいた上で、ノーアスペクトっていうのは何なのかと言いますと、メジャーアスペクトである主なですね、0度、60度、90度、120度、180度という角度を取るときに、どの天体とも手をつながない状態っていうのがノーアスペクトというふうになるわけなんですね。一般ので言えば、マイナーアスペクトは入れずにメジャーアスペクトので取れないメジャーアスペクトとして天体同士が手を結ばないことがノーアスペクトとなりますので、マイナーアスペクトは省くんですけども、私個人はもうどうしてもそれが悩みの種になるようであれば、それはそれでも無理やり自分の中でマイナーアスペクトも意味としてちょっと考えていってもいいのではないかと思うんですね。今回太陽が獅子座生まれの方という情報はライブの中で把握していたので、その獅子座の方の太陽としてアドバイスさせていただいているんですけども、そうであったとしてもそれを参考にしてトランジット、今ある天体とご自身のネイタルチャートの天体、その孤立するノーアスペクトの天体とどういった角度を取るのかっていうところは活用できるかと思いますので、ノーアスペクトが取れるようであれば、おそらくご自身の中でご判断できると思いますので、ご参考にしていただければいいかなというふうに思います。例えば太陽に対して本当にその孤立した天体となっているとしますよね。さっき言ったそのマイナーもメジャーもどちらも確認していただいて、どうしてもつながってないなと。で本当に実際のその人生と照らし合わせても、この太陽が他の天体と結びつかないとしますよね。でもその場合ですら、例えばですけど、今回ご相談であったのが獅子座の方だったんですよね。どういう配置図かまではちょっと個人鑑定になっちゃうので聞かなかったのですが、獅子座で恋愛がうまくいかないというのは、獅子自体がね、弱みを見せづらいっていうことなのかなって単純に思うんですけどね。孤立するそのペレグリンということよりも、獅子座の方の相談に乗っていて思うのが、なんか自分で全部結構解決されたりとか、人にね、なんかこういろいろと委ねるよりも、ご自身でいろんなことを決定していかれるかの方が得意なように見えるので、やっぱそうなるとパートナーシップってなんかやっぱり頼られたり頼り合ったりすることで必要とし合うというかこともありますから、その弱音を吐かないっていうのが原因っていうのも、その獅子座の太陽から感じられるところなんですけれども、ついついね、なんか面倒を見られたりとか、今回のその
ライブ配信の時もそうなんですけど、リクエストしてくださったんですけど、なんかずっと待ちますみたいな、すごく律儀なことを言ってくださったんですよね。ね、だからずうずうしい方じゃないわけですよね。でもある程度なんか恋愛ちょっとずうずうしく行かないといけない時もありますからね。それが原因っていうのもちょっと視野に入れていただいてもいいのかなと思いながら、今ちょっと今回でもノンアスペクトの話を気にされているので、例えば太陽がまあここにあって、これがまあ孤立するとしますよね。エーテルね、エーテル表すとね、こんな感じとか、こんなイメージ、もしくはこんな、まだちょっとこれ外出てきてますけどね、するじゃないですか。もしもし今そんな状態やとして、一人の中だけで考えてしまわれているとしますよね。でそれが本当に原因だとしたら、方はまあ獅子座であるわけですよね。そしたらまあ火なので、例えばですけど火地風水なんですよね。で火地風水、あ、だから火地風水、火地風水、風水ですもんね。だから7月末ぐらいから8月誕生日なわけですよね。ここにですね、太陽が巡るとき、9月の末ぐらいから、まあ、天秤座の季節ですけど、ね、10月末ぐらいまでとか、例えばこう天秤いて、いて座の太陽のとき、水亀座の太陽のとき、で、お羊座の太陽の時、3月末か4月ぐらいですね。風の時、これが双子座かな、双子座の時、5月の末ぐらいから6月の末ぐらいまでですね。20何日ぐらいまでって双子座の季節ですね。まあこれは毎年日付は変わるので、分かる可能性があるので、ちょっと今は日付は書かずに、太陽がこれ何度か分からないですけど、そのノンアスペクトが気になるんであれば、トランジットっていうのはすごい便利でですね、必ず1年間の間でもこの孤立する天体と手を結ぶタイミングは来るわけですよね。これトランジットでは2ヶ月に一遍トランジットの太陽がこのないところを巡っていくわけですもんね。なので例えば60度になる季節、今から今やったちょうど今11月なので、12月あたりとか11月の末ぐらい、23日ぐらいから12月の20何日ぐらいまで、いて座の季節が来た時なんかは、もうすぐ太陽同士がトラインになる季節が来ますよね。普段はまだから、ちょっと寂しい、寂しい、寂しいやつ、こんな感じとか、寂しいな、ほら、こんな感じとか、こんな感じでもいいんじゃないかと、私は思っていて、こんな、別にこうなりたい時とかありますしね、人間誰しも、なんかそうとしてほしいというか、誰しもこんな時期あると思うんですけど、もしかしてその、のアスペクトの人はその時間が長いのかもしれないですよね。それをなんか変えようとするのがもし無理なら、別にそれを変えなくてもいいって思っているんですよ。つながらんでもいいと思いますし、そのつながることでの悩みっていっぱいありませんかね。逆になんか逆につながったらもう人が絡むとね、派閥が起こると考えているので、悩むぐらいだったら別にそのつながらへんでもいいって思うんですよ。ただもしそれで悩んでらっしゃったり、こう恋愛となるとやっぱなかなか声がうまいこといかへん、するなら、今回だったら獅子座だったんですけど、これがじゃあ孤立した時にどうなるかって言ったら、獅子座って威厳があるんですよね。プライドもありますし、これはすごく大切にしないといけないと思うんですよね。これを要するに維持できる相手を選べばいいと思うんです。だから頼ってくれる人、ような人っていうか、甘えてくれるような人。で、こういうタイミングに選ぶんですよ。いて座の季節とか、天秤の季節とか、水亀の季節とかだったらすごい刺激的かもしれないですしね。さっき言ったトランジットって2ヶ月に一遍チャンス運んでくるわけですよね。今年なんてもう特に木星がここにいますから、まあ、ちょっとこの角度がね、どうなるかにもよりますけれども、なので、ペレグリンのアスペクトを複雑にしなくてもいいんじゃないかというのが個人的な考え方です。なのでなんかのアスペクトやから私って孤立してるみたいになっちゃうと、逆にもう壁作っちゃいますし、でも2ヶ月に一遍チャンス来るなみたいな感じで
思っていただくと、人とつながることがですね、そうそう、よりね、重要になると思うんです。つながれないから貴重になる、それが。でいつも人がいて、ワイ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 してて、さっきみたいな一人です、いない、あの人って、逆に言えば、その、いるのが当然化してることとも言えますよね、人がいることが。でも、人とつながることが苦手だったりすると、つながることってとっても貴重になったりするんですよね。普段海の近くに住んでる人は海があることが普通だけど、近くに住んでなければ海がとっても貴重になって、すごい広いってなるっていう感覚と似てませんかね。なので、より貴重なこととして扱っていただければいいかなというふうに思いました。今ご説明させていただいたように、60度とか120度を作っていくということもあるんですけども、0度で来るときは90度で来るとき、180度であっても、そういった気づきとかそういうアスペクトで手を結ぶ瞬間瞬間はあるかと思いますので、ご自身のチャートと見比べながら、その配置図を取るタイミングをちょっとチェックしていただいて、その時はそのように行動アクションを起こしていただければいいかなというふうにも思いました。これ金星がペレグリンのアスペクトの例なんですが、金星がどことも手をつないでいない状態なんですね。ただ7時台に生まれている場合なんですよね。この月が、月の動く速度って速いので、7時より後に生まれてらっしゃる場合は、金星とトライン、あ、これ魚座の水のエレメント、蟹座の水のエレメントなので、同じエレメントのグループっていうのは120度になりやすいわけなんですね。今はアスペクト取っていない状態なんですけども、7時を超えた段階で120度を作ろうとしていく、考えることができるんですよね。なので、ちょっと動かしてみますと、例えば1時間後であれば、ここに今トラインがこう入ってきたの分かりますかね。この矢印が今ここにちょうどこれですね。今までなかったんですけども、ここで120度を作ったわけなんですね。オーブっていうのが 13-6 度など、まあ、ざっと考えればですね、7度になるので、7度オーブの場合、まあ、要するに8時生まれの時でも、7度オーブでトラインを作っていくような配置図になるんですよね。で、太陽と月に関わるそのアスペクトというのは、8度から10度オーブを取るのが通常と言われていますので、孤立するあの天体自体が、まあ、そのノーアスペクトを作ること自体が、実際にあのノーアスペクトを本当に作っているのかっていうところも注目することが必要になると思うんですよね。例えば今だったら本当に時間の差でそのように見つけることもできますし、このグリッドで見られた時に金星っていうのが月とトラインになっていますよね。他は角度を取れていないという意味になるわけですね。なので、今金星に対して月としかアスペクトが取れていない図であるということなんですけど、7度でやっとその120度と判断されたわけなんですよ。で、その設定も、何に設定しているのかにもよるんですよね。だから、例えば今のだと120度をブライで8度に設定していて、セパレートだったら離れていくとき、アプライだったら近づいていくときで、トラインを作るときに設定があるわけですよね。そのあたりをどういった設定になっているかによっても、この機械の出るのって変わってくるんですよね。ご自身の目で確実に本当にペレグリになっているのかっていうところも、ご判断が必要になるかなというふうに思います。月だけですけどね、その時間から結果が変わるっていうのは月に関してだけなんですけど、でも割と生まれ時間を不明な方も多いですので、なのでそのあたりも確認が必要になるかなというふうに思います。もう一つ一つ、太陽に対して月は一体何度なのかっていうのを全部一回書き出してみていただきたいんですよね。で、オーブっていうのも、じゃあ何度差があるのか。何度差があってのアスペクトなのかっていうところを疑うわけじゃないんですけども、一応そういう例もあるんですよ。結局ノーアスペクトじゃないやんっていうパターンもあるんで、一応きっちりと、このじゃあ太陽と水星何度なのか、太陽と金星何度なのか、太陽と火星は何度なのか、太陽と
木星は何度なのか、太陽と土星は何度なのか、で太陽と天王星は何度なのか、太陽と海王星は何度なのか、太陽と冥王星は何度なのかというふうにこう全部書き出してみられて、でオーブも例えば本当に8度から10度でとってもどのアスペクトなのかっていうところまで出していただいて、まずはその判断をしていただくっていうことをやっていただきたいんですよね。例題で出したのは新庄さんのチャートだったんですけども、例えば今金星その孤立でしたけど、例えばこれ美の意味がありますよね。人とつながることであったりとかする場合に、この金星の魚座だけで言えば人から共感を得るっていうことに対して、つながりを持つっていうことに対して、もしかしたらその極端な発揮の仕方があるのかもしれないですよね。さっき言ったみたいにその月との配置によってもそれはだいぶ変わってきそうな気はするわけですよね。なので本当にその総合的な判断が必要になるかなと思うんですよ。その水瓶座の太陽っていうのはその人との交流とか広く浅くうまくやっていくことができる星座でもありますし、月の蟹座なんかもこれはまあちょっと角度が変われば、でも獅子まで行くことはないので、12時台であっても0時生まれであっても蟹座の月だったんですね。例えばそのそれこそ育てるとかっていう意味が蟹座にあって、なのでこのつながるってことに対して極端さが出たとしても月で調和する場合もあるわけですよね。月が蟹座っていう生まれ育った環境とかそういうルーツとかそういったものをたどってそこに欲求を求めていくとするなら、この育てるっていうことであったり、この自由にやるっていうところが、こっちは風で、こっちは水で、みたいな、どんどんその判断もそこにこの孤立する天体につな、プラスして考えていくことになると思うんですよね。一つのこの孤立する天体だけで、本当にその人のことってもう分からないと思うんですよね。松田聖子さんは金星のこれもペレグリンっていうことになるんですけど、例えばこれ0時で出してるんですね。こっちは23時で出したんですよね。23時ですけど、23時59分まで行った場合に、これで23時59分まで行った場合でも金星ペレグリンですよね。全く天体同士取らないっていう角度になりましたので、時間が不明な場合でもこれは完全にペレグリンと判断ができると思うんですよ。でこの魚座の、また魚座ですね、魚座のペレグリンで29度でっていう風になっているんですが、まあ、マイナーアスペクトでいけばですね、無理やり角度を取れなくはないんですけれども、0時で生まれられた時も23時59分で生まれられた時もどちらにしてもマイナーアスペクトしか取れないという配置図で、その金星がノアスペクトという判断ができるんだと思うんですけども、この獅子座の天王星と魚座の金星は150度で、この火星の水が目立つ金星も30度の配置としては取れなくはないんですよね。で、隣り合う30度は、60度の半分の配置になるので、私自身はこれは悪くは解釈していなくて、金星と火星の30度という配置になりますので、どこのハウスであるかっていうのにまた注目をしていただいて、金星と火星がですね3と4のハウスにありますので、ご自身のプライベート3ハウスの兄弟姉妹親戚関係とかそことのつながりっていうのはコミュニケーションが通っていると考えることもできたりするのかもしれませんし、火星っていうのが水瓶座に位置しているので頻度は少なかったとしても、隣り合ってそのお互いが手を組んでいるような感じっていうふうにも言いますし、サンハウスをコミュニケーションツールと取るなら、こうメディアでの発信であったりとかコミュニケーションっていうのが水瓶座でより平等に不特定多数の方に広く広まるようなコミュニケーション能力っていうふうにも言えるかもしれませんし、でさらに金星と天王星が150度のツインカンクスを作っていますので、旧ハウスのより
視野の広い高い領域、まあ、海外なども意味するかも分かりませんけれども、海外とか高い領域っていうところでのその天王星の改革精神であったりとか、そちらから与えられる影響ですよね。高めていく、スキルアップさせていくような獅子座なので、そういうエネルギー、改革精神みたいなものが堂々としていて、それに対してご自身の金星の魚座っていうのは、より人から求められるようなものをやっていこうとされるような感じっていうふうにも読めるかもしれませんね。なので、その30度、150度を、さっき言ったみたいに使ってもいいと思っています。考慮するというか、ノンアスペクトというふうに捉えることもできるんですけども、そのマイナーアスペクトを一応読んでみてですね、当てはまるかどうかの確認っていうのをしていただいてもいいのかなと思います。で、オーブが狭い範囲でアスペクトが作れるのであれば、よりそれは優先してもいい事象なのかなというふうにも考えることができるかなというふうに思います。ちょっと重ねたご説明になるかもしれないんですけども、月は特に2時間で1度動いていきますので、1つのハウスを動くのにだいたい2.5日ぐらいでも通り過ぎてしまうわけですよね。ということは、そのノンアスペクトの天体とその月が絡む可能性がある場合は、生まれたお時間も重要になってくるかと思います。意外と月の角度をきちっと取り忘れていたりとか、ホロスコープちょっと細かいじゃないですか。なので、先ほどのように設定自体がですね、お使いのアプリがご自身で設定を考えていらっしゃらない場合などは、ネット上の無料のホロスコープチャートをお使いの方もいらっしゃるかと思うんですね。で、その場合は特にアスペクトのトラインであるとかスクエアであるとかっていう判断が、チャートの主導権を持つ方が応募をですね、どれぐらいに設定しているかによっても結果っていうのは変わってくるかと思うんですよね。なので、やっぱりご自身のその判断が必要かと思うんですよね。もちろん、その信頼できる方にご相談していただいている方はそれを信頼するのも一つありだと思うんですけども、なんか時々やっぱりどこかで見てもらわれて で詳しい方で、ちょっとこれ疑わしい、こういう配置になってますかみたいなをじっくりこうやって一緒に見ていくと、あれ、これ言ってもらってたことじゃないよねみたいなこともやっぱりあるんですね。しっかりちょっと判断しとかないと、自分もその見間違えとかそういったことはゼロとは言いづらいじゃないですか、人間なので。やっぱりきっちり自分のチャートは自分で見た方が安心ではあるかなというふうには思うんですよ。納得がいかない場合は、特にそのしっかりと自分のことなので、自分でしっかり判断されるってことも一つだと思いますので、ノンアスペクトを誰かに言われたからといって、ノンアスペクトだから私って手を結べない、誰とも なんか孤立するみたいな、そんな風に思われなくても本当にいいとは思いますので、アスペクトを取ってても孤立する人はいるので、大丈夫だと思いますので、ちょっとでもその励ましになればいいかなというふうに思いました。最後までご視聴していただきありがとうございます。最近ですね、ライブ配信をメンバーシップ限定から一般公開向けにして、ご縁ある方とお話しする機会がありましたが、コラボの動画なども、今回芸人さんとのコラボ動画とか、第2弾第3弾とアップされていますので、またそちらもご案内、コミュニティなどで流しておきますので、ご覧になっていただければ嬉しく思います。で、占星術ファミリーというふうな形で Zoom でつながるオンライン交流会なども行っています。で、その様子はメンバーシップの490円のメニューで見ていただけるようにもなってますので、お気軽にご参加いただければ嬉しく思います。あとですね、ちょっと最後に、今度蟹座の運勢動画をアップするんですけども、今月集中したいことがありまして、お試しでですね、他者様ご依頼を出してみました。どんな風な動画になるかわからないんですけども、そちらもお楽しみいただければと思います。もしこの動画を少しでも気に入っていただけましたら、チャンネルご登録いただけるととても励みになります。高評価やコメント欄もどうぞよろしくお願いいたします。盛りだくさんの最後になりましたけど、どうぞよろしくお願いいたします。Twitter や公式 LINE もやっています。